そんなに言うならいくつか部活を見てみるよ。約束はできないけどな。約束しろよ。約束しろよ。お疲れ様です。ムービンです。今回からドキドキリテクラブ読めないなら読もうとすんなって話なんですけど、こちらのドキドキ文ゲームっていうゲームを実況していきたいと思います。で、皆さんに謝らないといけないことがあります。私このゲーム実は少し収録してましてですね、ボツになりました。はい。で、理由なんですけど、私のね、クリック音がだいぶマイク拾ってて、なんか聞きづらいなと思って今撮り直しをしてます。で、撮り直しでニューゲームで始めようとしたんですけど、始めるとね、最初名前を選択狭まれるんですよ。なんて名前ですかって。そこ私ね、ムービンって入れちゃって、でいつも私こういうギャルゲは、ギャルゲらしいんですけど、このゲーム。自分の名前でやらないようにしてるんですよ。なんだけどこれ直せないっていうのと、まあね、まあ、撮り直しだから、ちょっと知ってるっていうのと、やろうか。やっていきましょう。で、このゲームはなんか、どうやら恋愛ゲームの皮をかぶった、ギャルゲの皮をかぶったホラーゲームと聞いているので、ちょっとそこら辺も楽しみにしていきたいと思います。で、収録はちょっと30分くらい実はやっちゃってるんですけど、ごめんなさい、やっていきましょう。で、今はコントローラー操作に変えてるので、クリック音はありません。やっていきます。はい。おはようってことで、誰からか声をかけられましたね。遠くから鬱陶しい女の子が、宙に手を振りながら、周囲の目を全く気にしない様子でこちらに走ってくる。あの子はさよりといって近所に住んでいる幼馴染だ。幼馴染いるんすね。ここら辺とかね、最初だった初見だったら、幼馴染いるのやったーみたいなこと言ってたんですけど、ごめんなさい、そういう反応ができなくて。今友達にしたいとはとても思わないだろうが、それでも、うまくいってるのは幼馴染だからなのか。こんな日にはよく一緒に登校していたが、高校生になってから彼女は寝坊が多くなり、俺は待つのがだるくなってきた。こんな風に追いかけてくるならもういっそのこと逃げてしまおうかと思うというクソっぷりをね、早速発揮してくる主人公。やめてください、そういうの。でも俺はやれやれと横断歩道の前でさよりを待った。はあはあ、また寝坊しちゃった。でも今度は追いついたからね。そりゃ俺が立ち止まってればお前を、そりゃ俺が立ち止まってお前を待ったからだろ。まるで私を無視するつもりだったような言い方じゃん。ムービンの意地悪。そりゃ、へんてこなお前を見た周りの人たちに、俺たちがカップルか何かと、だとは思われたくないし。はい、セリフ読むのが下手くそで申し訳ない。はい、はいって。でも結局私を待ってくれてたんでしょ？優しいとこあるんじゃん、みたいな。意地悪したくてもできないんだね。なんとでも言っとけ、さよりえへへへっていう、天然なね、まあ、ザ・幼馴染みたいな子がいますね。いいですね。俺たちは道路を渡り、学校へ歩みを進める。学校に近づくと、通学路には他の生徒の姿が徐々に増えていく。ところでさ、ムービン。まだ入る部活は決めてないの？この主人公ですね、入る部活をね、決めていないというより、入ろうとしていないんですね。その状態で公認になろうとしている。公認になったのかな？っていう状態かな。マジで部活には興味ないって前から言ってたはずだが。ここめっちゃオタクっぽい喋り方するんだけど。マジで、部活には興味ないって前から言ってたはずだがみたいな。オタクなんだけど急に。やめて。それに探してもいないよ。そんな。今年は部活入るって言ってたじゃん。言ったか？いつものように彼女の話に合わせて適当に返事をしていた時にでも言ってしまった可能性は十分にある。結構ね、私この文章読んでて読みにくいなって思ってる。多分有志の方で翻訳してくれてるからね、文句言っちゃいけないんだけど、このゲーム自体海外のゲームらしいので、翻訳班が頑張ってくれてるので文句言っちゃいけないんだけど、結構読みづらいですこの文章。暇な時間は大抵アニメかゲームをやって、平穏な生活が送れればもうそれだけで満足なのに、彼女はそれを心配しすぎる節がある。もう私はムービンが大学行く前に社会性もスキルも身につかないんじゃないかって心配だって言ってるの。ムービンの幸せは私にとっても大事なんだから。なまっちゃった。ごめんね。今は楽しくやってるみたいだけど、数年後世間に馴染めずニートになってる姿を想像するだけで私は死んじゃいそう。将来ニートになりそうな節があるんですかね。まあ、普段からアニメとかゲームとかしかしてないってこもってるっていうことだと、そうなっちゃうかもってね、心配されてもおかしくないかなと思いますけど。
ちゃんと言うこと聞いてくれる？私を心配させないでよ。わかったわかった。そんなに言うならいくつか部活を見てみるよ。約束はできないけどな。約束しろよ約束しろよ、少しは努力するって約束してくれる？まあそれくらいなら。やった。どうして俺はこんなのんきなやつに説教されることを許しているんだ。それどころかこうやって従ってしまうことに驚きだ。俺のことを過剰に心配している様子を見ていると少しくらいは安心させてやりたくなるのだろう。ちょっと脳内のことを大げさに捉える癖があっても、なんやかんやね、幼馴染のことを気にしてるから、なんかあんまりね、こうないがしろにできないよねっていう状態なのかなと私は思いますけど、普段通りの学校生活はいつの間にか終わっていた。もう放課後でございます。私これ最初やった時にね、もう放課後って思ってびっくりしたんだけど、荷物をまとめた後、自分の中のやる気を探して壁をぼんやりと眺めている。部活か。さよりは俺にいくつか見学をしてほしいようだった。とりあえずアニメ研究会から始めてみるしかないなと。ムービーね、大学の頃アニメ研究会だったんで、いいと思いますよ、アニメ研究会。やっほーと。そう、さより。俺がぼんやりとしている間にさよりが教室に入ってきたようだ。俺は周りを見て教室で残った最後の一人だということに気づいた。教室から出るところで声をかけようと思ってたけど、座ってぼーっとしていたから入ってきちゃった。正直たまに私よりもだらけてるよね。感心バカにしてくるじゃん。部活に遅れそうなら待たなくてもいいよ。ちょっとした励ましが必要かなって思って、それに私の部に来てもいいんだよっていうことで、さよりちゃんが自分の部に誘ってきますね。お前な、俺がそこに行くはずないだろうと。どこだその部活は。ケチ。さよりは文芸部の、副部長をやっている。文学に関心を持っていたなどかつて気づいたこともない。ここら辺読みづらくない？すごい読みづらいよね。持っていただなどかつて気づいたこともない、言わないよね実際部の新設のお手伝いをするのが楽しそうだからというだけで参加したのだと 99% 確信していると。新しい新設の部活らしいですね、文芸部が。だからその新設が面白そうじゃねっていうことで手伝っただけなんじゃないのと。だ、文芸なんてそんな興味ないんじゃない、この子って思ってるってことだね。エブを提案した人の初めての賛同者だったから副部長の座に着いたみたいだ。とはいえ文芸になんて、彼女より興味がないことを受け合いだと。主人公にとっては文芸なんてそんな興味ないと。そうか、じゃあアニメ部へ行ってくる。お願いだから来てくれない？どうしてそこまで必死なんだよ。だって昨日みんなに新入部員を連れてくるって言っちゃったしと。なんてことを。まだどこにも入ると決めていないのに連れてくると言われてしまったと。それになつきちゃんがカップケーキとかいろいろ作ってきてるしということで、最初のオープニング画面にいたなつきちゃんという女の子がいるんですけど、その子がカップケーキを歓迎と心っていうのかな、歓迎するために作ってるっていうね。えへへっつって、守れない約束なんてすんなよ。さよりが本当にアホの子なのか、それとも全て、計算づくなのかわからない。俺は大きくため息をついた。わかった、カップケーキに免じて、寄るとするよ。やった、よし行こう。作戦がね、計算済みなのか天然なのかちょっとわかんないねっていうね、というわけで、今日は俺がカップケーキに魂を売った日だと記録されるだろうこういうところなんかオタクなんだよな。やれやれと思いながらさよりの後をついて校舎を渡り階段を登っていく。着いたのは学校の中でも普段は3年生の、授業や活動で使用され、自分はめったに行くことがない場所だった。さよりは元気いっぱいに勢いよく教室のドアを開けた。みんな新入部員が来たよ。おい、新入部員、俺を新入部員って呼ぶなよ。え？教室を一目見渡した。ようこそ文芸部へ、お会いできて嬉しいです。さよりちゃんからあなたのことはよく聞いています。正気？男子を連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。あ、ムービン君よく来てくれたわねと。こ、女子 C、 なんでムービンの名前を知ってるんだと私は最初びっくりしました。ようこそ文芸部へ。つい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないかクズゴミカスなんですけど、まあでもね、思春期なんで、まあ、女の子にこうデヘデヘするのはしょうがないかもしれないと私は受け止めてますけど、あんたどこ見てんのよ。おー、顔かな言いたいことがあるなら言いなさいよ。ごめん、なつきちゃん。この子はね、カップケーキを作ってくれたなつきちゃんらしいです。ふんと。
なんだか当たりの強いこの女の子は初めて見る子だ。夏希というらしい。小さい容姿からして1年生だろうかと。おそらく1年生なんじゃねえのと主人公は思ったわけだね。さよりの話だとカップケーキを作ったのは彼女のようだ。不機嫌な時は放っておいていいよ。仲いいじゃん。そういう間柄なの？なんかそんな気にしなくていいよみたいな。第三者からそんなこと気にしなくていいよって言われると腹立つけどね。さよりはそう俺に耳打ちし、みんなの方へ向き直した。とにかくこの子がなつきちゃん、いつも元気いっぱいだよ。ツンデレキャラっぽいですね。それでこっちがゆりちゃん、この部で一番の秀才なの。そんな風に言わないでください。他の子に比べて、やや大人っぽく、また臆病そうなこの子はゆりというらしい。さよりやなつきのようなタイプと一緒にやっていくのに苦労してそうだと。2人ともよろしく。それを聞いた感じ、モニカとはもう知り合いなのと。それとか、言い間違えましたけど、ちょっとモニカはね、ムービン君って名前を知ってたんですよね、私の。A だね。ごめんなさい。また会えて嬉しいわ、ムービン君。モニカは優しく微笑む。俺たちは去年同じクラスだったから、お互いのことは知っている。とはいえ、滅多に話さないが。モニカは容姿端麗、文武両道、おそらくクラスで一番人気だった、女の子だ。要するに高嶺の花だと。だから彼女に微笑まれて、なんというか、こっちこそ。ちょっと緊張してますね。女の子がいっぱいいますから。こっちに座ってムービン、スペース作ったから、私かモニカちゃんの隣が空いてるよ。カップケーキ持ってくるね。ちょっと、私が作ったんだから私が持ってくるわよ。手柄を取るなと。ごめん、ちょっと楽しみすぎて。それでは私はお茶を入れますねと。お茶学校でどうやって入れるんですかね。ティファールでも持ってきてるんですかね。はい。机が並べられて作られたテーブルがある。さよりの言った通り、モニカとさよりの隣が一つずつ空いている。夏希とゆりは教室の隅に向かった。夏希はホイルで包まれたトレイを取り、ゆりはクローゼットを開けている。この右奥がクローゼットっぽいですね。なんか椅子が中入ってますけど。いまだに気まずさを感じつつも、俺はさよりの隣の席に座る。夏希はトレイを持って誇らしげにテーブルへやってきた。準備はいいかしら。じゃじゃーん。うわー。夏希がアルミホイルをめくると、白くて可愛い子猫のようなカップケーキが12個顔を見せた。猫のひげはアイシングで、耳は少量のチョコで作られているようだと。おお、お菓子作りがね、めちゃめちゃできる女の子らしいです。すっごく可愛い。夏希がお菓子作りが得意だったなんてね。まあね、早く食べてよね。いいですね、こういう強気な女の子がお菓子作りできるってなかなか得点高いですけどね。さよりが一つ手に取り、モニカと俺も続いた。おいしい。さよりはカップケーキで口いっぱいにして話し、顔にアイシングがついてしまっている。アイシングって多分ね、チョコとかで絵描けるやつだと思います。俺は食べやすいミキを探してカップケーキを回す。どっから食べよっかなみたいな。夏希は黙りこくっている。俺に対する彼女の無言の視線を気にせずにはいられない。俺が食べるのを待ってんのか。ついにカップケーキを口に運ぶ。アイシングは甘く、風味豊かで、これ本当に夏希が作ったのか。これすごく美味しいぞ。ありがとう夏希。何言ってんの別に。初対面なのにもう呼び捨て。やりますね主人公。どこかで聞いたことあるような。これね、私ね、うんって思ったんだよね。ありがとう夏希。何言ってんの別にって。どこかで聞いたことあるようなってなんだろうね。別にあんたのために作ったわけじゃないし。実際そうなんじゃないか。さよりもそう言ってたし。そうね、新入部員のために作るみたいな話だったもんね。まあそうね。でもあくまで新入部員のためで、あんた個人のためじゃないんだからね、バカ。おツンデレっぽい。かわいいですね。かわいい子ちゃんですね。わかったわかったと。夏希の変な理論には降参して会話を終わらせる。ゆりはティーセットを抱えテーブルに戻ってくる。彼女は慎重にみんなの前にティーカップを置き、カップケーキのあるトレイの隣にティーポットを置いた。教室にティーセットを置いているのかと。まあ確かにね、置いていいのみたいなところもありますよね。大丈夫です。ちゃんと先生方の許可はいただいてますから。先生、そんな許可くれんのみたいな。完全に遊びやんけって思っちゃうけどね。料理部とかじゃないとなかなか置かせてくんないと思うけど、なぜか許可は出ているらしいと。それに温かいお茶があると読書もはかどるでしょ。そうだな。読書あんましないのか知らんけど、主人公全然同意してないね。そんな怯えなくてもいいわ。ゆりはただあなたの関心を引こうとしてるだけなのよ。
え、そんなことあれ、こうモテ期来たんじゃね主人公おみたいな状態ですね。からかわれてユリはそっぽを向く。私はただその、分かってるよ。まあお茶を飲みながら読書は、馴染みのない習慣だが、お茶は普通に好きだから。まあね、お菓子食いながら茶飲むのはいいよね。よかった。ユリはほっとしたかのようにかすかに微笑んでいると。モニカは眉を上げ、そして微笑んできた。そういえばあなたはどうして文芸部に入ろうと思ったの？ユリちゃん、ユリちゃんだよね。さよりちゃんがいるからじゃない？俺はこの質問が来るのを恐れていた。そんなに？実はさよりに引きずられてきただなんて言うべきではない気がする。まあ、さよりがいるから来ただけで、入る気はまだないみたいなことか。まあ、まだ部活に入ってないし、それにさよりがこの部活ですごく楽しそうにしているみたいだったから。それでいいのよ、恥ずかしがらないで。あなたが居心地がいいって感じられるようにしてみせるから。文芸部の部長として部室を楽しく、楽しくてワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。モニカ驚いたよ。どうして自分の部を立ち上げようと思ったんだと。どうやらこの話の後 これですね出てくるんだけど、モニカはいろいろとできる女の子だから、まあ、どんな部活でもいいんじゃねと、どんな部活で活動してもいいんじゃねっていう風に言ってますね。モニカならどんなメジャーな部でも、幹部になれただろうに。去年はディベート部の部長じゃなかったっけってことで、ここもプレイしちゃってるから反応が薄くて申し訳ないんですけど、ディベート部ってのに入ってたらしい。何ディベート部って、討論だよね。ディベートってディベート部の部長って何って思うけどね。ああまあそうだったんだけど、正直に言うと大きな部の、部内政治にもううんざりだったの。ディベート部ってそんな大きいのみたいな話だあるけどね。まず、予算か、宣伝かイベントのことしか話してない気がしてね。そんなことをしてるより自分が好きなものを通して特別な何かを作りたかったの。それで誰かを文芸、文学の道に引き込めたなら本望よと、ということで新しい部を作りましたと。モニカちゃんは最高のリーダーだよ。ユリも同意してうなずいている。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だっただろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いわけではないから、文学みたいに興味を惹かれないものだと特にねと。なかなかね、文学とか本が好きな人ってなかなか今の若者だと少ないかな。私もあんまり本は得意じゃないので、なかなかね、新しい部っていうこともあって人も入りづらいってところはあるのかもしれないですね。あ、間違えた。ボタンなんか違うボタン押しちゃった。というわけで、こういう感じでもうセーブで先進んでることがバレバレなんですけど、まあ、とりあえずなんかたまたま来ちゃったし、セーブしようか。はい。とりあえずセーブ、たまたま来ちゃったんでセーブします。はい。ボタンがあれだね。丸ボタン押すとこれになるんだね。セーブになるんだね。はいはいはい。みんなで楽しく価値のあるものだと思わせないといけないわけでと。その入ってもらうためにはそう思わせないと、部活としては人が入ったり集まったりしないよねってことですね。そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわね。私は卒業するまでにこの部をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。でしょみんな。うん、最善を尽くします。当たり前でしょって。ここでね、今4人の立ち絵揃ったんですけど、私ね、ここで見た時にね、モニカだけなんで正面向いてんだろうって思って、ないこの立ち絵がなんか一人だけ違和感あんだよね。びっくりしたわマジで。最初見た時なんでって思ったね。で、私がプレイしてるのはね、2日目くらいまでプレイしてます。どんぐらいかっていうと、プレイ時間1時間半ぐらいプレイしてる。結構先までプレイしてるんですけど、許してください。はい、みんなが、熱意を持って同意すると、こんなにも違う女の子たちが、みんな一つの目標を目指しているとは、この3人を集めるのに、モニカは相当苦労しただろうと。あ、すいません、言い忘れてたんだけど、その1時間半ぐらいプレイしたのね。プレイしたんだけど、このゲームがね、まだね、なんか恋愛ゲームの皮をかぶったホラーゲームって言われてる理由はまだわかんないです。まだね、このゲームの心理には触れてないんじゃないかなと思います。途中不穏なところがちょっとあるんで、そこもちょっともう一回話していくんで、その時またコメントさせてもらいます。はい。だからこんなに、新入部員を大いに歓迎してるのだろうか。ただ俺が彼女らと同じレベルで文学に熱意を持てるかどうか、まだわからない。あのムービーさんは普段どんな本を読まれるんですかと。痛いところ疲れましたね。ここ数年ほとんど本を読んでいないので、何と答えればよいか思いつかない。まあ漫画とか。冗談交じりにつぶやく。夏希の頭がピクンと反応した。
何か言いたげだが黙っている。あまり読書家ではないのですねと。まあ文学文芸といえばやっぱ活字なところありますからね。漫画って言われるとちょっとって感じたんでしょうね。今後の変化に、今後の変化の余地はある。この言い回し謎いんだよな。今後の変化の余地はあるってなんだろうね。俺は何を言ってるんだろう。ユリが悲しそうに笑ってたから考えなしに言ってしまった。それよりユリはどんな本を読むんだ。ですね、ユリは指先でティーカップの縁をなぞる。俺は、重圧で、あ、じゃあ私は重圧で、複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんです。その世界観を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。そのような異世界で語られる素敵なストーリーもまたとても感動的なんです。ユリは読書についてとても情熱的に語り続けた。俺が入手した瞬間から控えめでおどおどとした様子だった。彼女の目が急にパッと明るくなったことから察するに、彼女は人より本の世界に安らぎを見出すのだろう。でもね、他にも様々なものが好きですよ。奥深い心理的要素を含む物語には思わず夢中になってしまいますね。作家が読者の想像力不足を逆手にとって驚かせに来るなんてすごいですよね。でも最近よく読んでるのはホラーなんです。ああ、ホラーなら俺も一度読んだことがあるな。俺は低レベルな、自分が乗っかれる話題を必死になって掴むと、ちょっとね、気まずい会話とかなかなかついていけないと、向こうがね、ポッと、すごい自分にわかる話題がポッと出た瞬間、ああ、知ってる知ってるってね、言いたくなるよね。そういう心理状況でしょ、主人公は。そんな調子じゃ、ユリは、石とでも会話しておいた方がマシだ。本当にユリがホラー好きだなんて意外だわ。こんな穏やかな人がホラーを読むとはね。そうかもしれませんね。でも作品に考えさせられたり、異世界に連れて行かれたりすると本当に止まらなくなってしまいます。シュールレアリスムホラーなんて少しの間だけかもしれませんが、世界の見え方が変わってしまうことだってありますからねと。このシュールレアリスムホラーって何？ちょっと編集の僕加えといてください。はい。私はホラー苦手。夏希ちゃんはね、意外とホラーが苦手という、そういうのね、なんかそんなの信じないわとか言って、なんか見下しそうなところありますけど、怖がるんですね。可愛いですね。だって私、夏希の目が一瞬こちらに向けられた。なんでもない。なんでだろうね。なんでこっち向いたんだろうね。確かに夏希は可愛いことを書くのが好きなものね。そうでしょ？はは？どうしてそう思うのよ。前の部活の時、夏希が下書きの紙を置き忘れてて、どうやら詩を書いていったみたいね。タイトルは読むな。それと紙返して。はいはい。夏希ちゃんのカップケーキに夏希ちゃんの詩。夏希ちゃんはやることまで全部可愛いな。よしよしみたいなね。おゆりかなみたいな。おゆりかなみたいな。ちょっとゆりぶたおじさんがちょっと興奮しちゃいますけど、さよりは、夏希、あ、さゆりじゃなくてさよりか、ごめんなさい、さっきまで読み間違えてたかも。夏希の後ろにさっと移動して、夏希の肩に両手を置いた。可愛くない。夏希って詩を書くのか？まあたまにね。なんか問題ある？当たり強いですね。いやーすごいなって、他の人に見せたりしないのか？いやよ。夏希は目をそらした。そんな気に入られるようなものでもないし。あー、まだあまり自信がない感じか。夏希ちゃんの感じてることわかります。その手の、文章を見せるって、見せるのって、自信以上のものが必要なんですよ。自分に向けられた書き物こそが真の書き物だから。そういったものを見せるときは、読者に対して心を開いて自分の弱さを晒し、自分の心の最も深いところをすら見せるつもりでいなければいけないのですよと。やっぱりね、私も絵とかね、漫画描くんでわかるんですけど、やっぱ人に物を見せるのは勇気がいりますよねっていうことを言ってますね。ユリにも執筆の経験があるの？きっとユリが自分の作品を見せればいい見本になって、夏希が自分のを見せるとき気が楽になるじゃないかしら。あー、ユリもちょっと恥ずかしそうな顔してますね。どうやらユリも夏希と同じみたいだな。あう、みんなの詩読みたかったな。みんな少しの間黙り込んだ。オッケー、みんな一つ考えがあるわ。なんでしょう。夏希とユリはいぶかしげにモーニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。そして次会うときにみんなお互いに見せ合いっこしましょう。そうすれば平等でしょ。平等ではあるけど、見せたくないかなみたいな状態ですね。イエイ、やってみようよ。
それと新入部員も入ったことだし、お互いをもっとよく知ったり絆を深めたりするいい機会になると思うわ。そうでしょムービン君。モニカはまた温かく微笑んだ。ちょっと待ってくれ、一つ問題がある。え、何かしら。やっと俺が入部する話に戻ってきたところで、ずっと思っていたことをぶっきらぼうに口にする。俺入部するなんて一言も言ってないぞ。サヨリに説得されて寄っただけで、まだ何も決めてない。まだ見学したい部活もあるし、あと話そうとしていたことが飛んでしまった、4人の女の子が失望の眼差しでこっちを見ている。でもごめんなさい、てっきりふん。ムービン、みんな俺はこの子たちの前では無力だ。これ、ね、主人公がやっぱ可愛いと思ってるから、この子たちが悲しそうな顔するのはちょっと嫌だったんだろうね。こんな状況で俺が冷静な判断を下せると思うか。俺に聞くな、俺に聞いてくるな、お前が判断せ主人公が。要するにこの子たちと毎日を過ごすために詩を書くことが必要だと言うなら、そうだな、よし決めたよ、俺は文芸部に入部する。一人ずつ彼女たちの目が輝く。やった、すっごく嬉しい。さよりは俺に腕を回しぴょんぴょん飛び跳ねる。おい本当にびっくりしたんですよ。本当にカップケーキのためだけに来たら超怒ってたんだからね。それはそうだね。それを食うためだけに来るとか、ちょっとマナー的によろしくないね。さあこれで正式ね。ようこそ文芸部。あ、うん、ありがとう。よしみんな、これにて今日の部活は終了ね。お疲れ様。ねえ、みんな今日の宿題を忘れないでね。次回の部活で披露できるように詩を書いて持ってくること。モニカはもう一度こちらに視線を向けた。ムービン君が自分をどう表現するか楽しみにしてるわ。ああ俺なんか三流の文章力でクラスのスターだったモニカに良い印象を与えることなんてできるのだろうか。俺はすでに不安が湧き上がってるのを感じていた。一方で女子たちはおしゃべりを続けていた。ユリとナツキは食べ物を片付けている。ねえムービン、どうせ今一緒なんだし一緒に帰らない。そうだ、サヨリはいつも部活で学校に残っていたので、サヨリと俺が一緒に帰ることはもうなかった。ああそうするか、やった、かわいいですね。というわけで俺とサヨリは部室を出て一緒に帰ることにした。道中俺は何度も4人の女の子のことを思い浮かべる。サヨリ、ナツキ、ユリ、そしてもちろんモニカ。なぜかモニカだけ正面でこちらを見てきております。怖いですね。不穏ですね、なんかね。俺は本当に放課後を文芸部で過ごして幸せになれるのだろうか。ひょっとすると誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかもしれない。よし、この状況をうまく利用して必ずや幸運を手にしてみせる。その一歩は今夜俺が詩を書くことから始まるのだろう。ということで、詩を書くパートがあります。はい、詩を書こう。あなたのお気に入りの部員が好きそうな単語を選んでね。あなたの詩が一番好きだった人とは何かいいことが起こるかもってことで、まあ、ウキウキでやるんですけど、